ちは、フェルナンドこと竹谷です。チュニジアからエジプトに移動します。チュニジアにやっと慣れたと思ったらまた最初からやり直しです。それではどうぞ。2月16日、今日はチュニスの空港からエジプトへの移動日です。写真はホテルを出たところのハビブ・ブルギバ通りです。ホテルを出てすぐ声をかけてくるので怪しいと思ったのですが、メーターだというので乗ることにしました。タクシーだらけです。空港の中まで気がついたのですが、メーターが7チュニジアンディナールになっています。メーターの周りが早い。5チュニジアンディナール以内で着くと思っていたので抗議します。とにかく現金は11チュニジアンディナールしか持っていません。有り金はたいて11チュニジアンディナールで空港に行ってもらうことになりました。メーターは空車にしてもらいます。空港に到着しました。行きと帰りのタクシーにはやられます。10時半には着きました。1時45分発と時間に余裕があります。出発ロビーに向かいます。帝国通りの出発のようです。到着のタクシーのところに行ってみます。来るわ来るわタクシーのお誘い。チュニスに初めて来た時に利用した白色のタクシーです。ぼったくりです。普通5チュニジアンディナールで行くところ90チュニジアンディナール請求してきました。なので黄色のタクシーは呼び込みしなくても次から次とお客さんが乗っていきます。白のタクシーに乗る人がいます。うまく交渉してください。カルタゴ遺跡のものだろうか、正面に飾ってあります。空港に戻ります。エジプト航空の前で時間を潰します。子供さんも暇だったのでしょう。一緒に遊んじゃいました。いよいよチェックインです。まだ30分以上前なのに搭乗が始まっています。そういえばお昼まだです。今日はお昼抜きかな。エジプト航空です。エジプトの国内移動は主に飛行機にしたので、これからお世話になります。ちなみにエジプト航空の航空券は日本で予約しておきました。いいサイトがありました。チュニスことチュニス湾です。カルタゴが遠くに見えます。その向こうが地中海です。ボン岬半島です。2月9日にレンタカーを借りて一回りした思い出の地です。翼の先の町がケリビアです。地中海に出ると小さな島が浮かんでいます。確かイタリア領の島だと思います。なんと機内食が出ました。約3時間のフライトなのにです。逆に先に何か食べていたらもたれていましたね。カイロに到着しました。大体帝国です。バスに乗り換えます。銀行です。ここでビザ用の印紙を買います。$15を用意しておきます。それをパスポートに貼ればいいだけです。荷物も出てきました。チュニスの空港では散々だったので、市内に出るのにバスを利用しようとシャトルバスでバスターミナルに来ました。ところがですよ、タクシーを利用することになりました。いやー、すごく人の良さそうなおじさんで、10ユーロでいいという。本当は知らない車に乗ってはいけません。でも運が良かったのか、本当にいいおじさんでした。ホテルはサフィールホテルカイロです。ちょっと高級そうですが安かったです。ゆったり寝れるベッドです。バスタブ付きでもう言うことはありません。バスローブまであります。
バルコニーがついています。カイロの高級ホテルはナイル川を見渡せるところが多いのですが、ここはそうではないので安いのかな。夕食はホテルのレストランでいただきます。バイキング方式です。一皿目です。野菜が多いですよね。野菜しか置いていません。二皿目です。野菜でお腹がいっぱいになりました。この時点でウェイターが奥にメインディッシュがあるという、もっと早く行ってよね。でもヘルシーでいいか。明日はカイロの街を歩きます。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。